どうも、メイジです。いやー、来ましたね。ファンタジーライフアイ、ファーストトレーラーが、新ライフが、新モンスターも、なんかでっかいドラゴンも。ということで今回は、ファーストトレーラーの映像にあった情報をできるだけ解説していきます。していくんですが、今回の動画ではストーリーなどの考察はあんまりしない感じでいきますのでご了承ください。まずはトレーラーの最初に出てきた鳥、今作の蝶々枠じゃないかって言われてる子ですね。この鳥多分レムの近くにいる鳥と同じ種族っぽい感じがありますね。まあレムの近くにいたり、そもそも PV の最初に出てくるっていうのは何かしら意味がありそうな感じがしますね。次このシーンなんですけど、まずはジャンプができるようになってると、これで高低差のあるマップを移動することができそうですね。あとはなんか壁登りが追加されるらしいんですけど、今回の映像にはとりあえずなかったと。まあでもとりあえずマップ探索が相当面白そうなことになりそうですね。他のところで気になるのは、鼓の時の映像と見比べて回復アイテムの表示されている位置とアイテム使用のボタンが変わっていることですね。なんか不具合とかあったんですかね。他にも見て取れることとして、ミニマップに採取ポイントが表示されていたりしますね。これ地味にありがたいです。そしてミニマップの右上にあるのが、おそらく日没とかがわかるようなゲージになっているやつっぽい感じがしますね。で、その直後のこのシーン、新モンスターの夏ココトカゲくんとトウモロコシのモンスターモロコシくん、新食材です。やったね。そして夏ココトカゲくんが映ってるとこの左上にチラリと映るバハハくんね。バハハくんなんかちょっとわからんけど、他にもマップ上でキラキラしてるやつ、採取できるアイテムだと思うんですが、レッドベルっぽいやつと草系のやつもう一つありますね。2個目がちょっとわかる人いたらコメントで教えてもらえると幸いです。ほいで次はこれ、ライフのアイコンデザインが変わってました。パッと見でどの系統のライフかすごくわかりやすくなってますね。さらには全ライフのイラストが更新されましたね。いやもうね、本当にイラスト全部最高だ。あー個性的で可愛くてかっこよくて、あー最高。とまあ少し取り乱しましたが、次はこれ、制作のミニゲーム中にエクセレントがが増えてますね。ファンタジーライフオンラインでもあったみたいなんですけど、エクセレントが増えていたら、もしかしたらミニゲームがちょっと難しくなってたりとかっていうことも考えられますね。ほいで、この映像のところ、釣りの仕様が変わってる説がありますね。体力性っていうのは一緒なんですけど、R 長押しっていう風に書いてあるのと、一瞬なんですけど、下に水色のゲージが映ってたので、これが何なのかなっていう感じがありますね。なんか、あれかな、テンション技とかが画面上で見やすくするために、ゲージが下に出てくるみたいな感じだったりするのかなとか今のところ思ってるんですけど、まあちょっと釣りの仕様がもしかしたら変わるかもしれないっていう感じですね。ほい次、これはかなり嬉しいやつ、 SP 上限増えてます。やったね。一応鼓の時点で SP 上限増えるだろうなっていう予測はまあついてたんですけども、鼓の映像から200が上限っぽいゲージ量だったんですけど、トレーラー映像の方では数値だけ変動する感じになってたので、もしかしたら魔法使いとかは 300SP 超えたりとかっていうのがあり得るかもしれませんね。さらにこれ嬉しいやつ、装備可能枠が増えてます。ファンタジーライフリンクの頃はマントとメガネとアクセサリーが一緒の枠になってたので併用することができなかったと。しかし増えてます。やったね。しかも、見た目っていう項目があるので、見た目装備の実装は間違いないんじゃないかと、外見にもこだわれるようになってると、装備枠増加に加えて、見た目装備実装はそそりますね。で、右上のやつを見る感じ、おそらく仲間の装備も変えることができそうな感じありますね。で、ここで見慣れないものが一つ。それがスキル成長くんですね。前作では行動に適した能力が自動で上がっていくっていう感じだったので、自分でスキルを割り振ったりすることができるようになるっていうことなんですかね。アバターの自由度高すぎませんか。これすっげーワクワクしますね。さあ次はお待ちかねの新ライフのーかなー。ついに一つ目が明かされましたね。まさかの農民じゃなくて農家っていうね。最終ライフに一応分類されてるらしいんですけど、マップに畑が点在してたりとかするんかな、どういう採取の仕方をするんかなっていう疑問とか、ボス作物があったりするんかなみたいな、いろいろとなんか謎なことは多いんですけど、まあでも新しくて面白そうですね。さてお次も新要素、玉毛物
何やら魂に関連してそうな名前をしてるんですけど、竜殺しグレンの剣とラウラ姫の帽子、あとはオリビアさんが印字された旗の3つが現在確認されてるたまげものですね。これ何なのかって言われたら、多分たまげものから中身を救う、たまげものにキャラクターが封印されているみたいな感じになってるので、それを助け出すと仲間として同行してくれるみたいな感じだと思う、多分。まあその直後の映像でもグレンさんとラウラ姫とオリビアさんが同行してたりするので、まあニュアンスは助けたら仲間になる的な感じで思ってていいんじゃないかな。そしてオリビアさん泣いておめでとう。あとしれっと同行できるキャラが3人に増えてますね。でたまげもの関連でもう一つ、鼓の時の映像のここですね。あの謎の帽子やーって言われてたんやけど、これがたまげものの項目っていうのが今回ので分かりましたね。さて次は突然現れた黒いドラゴン、敵なのかどうかは一旦さておいて、全身に兵器っぽいのをまとってる、結構物騒な見た目してますね。このドラゴンがタイトルロゴのやつかなとか思ってたりしたんですけど、どうやら船に乗ってるこっちの方がロゴのドラゴンっぽいですね。でこっちの白いドラゴンに関しても、まあもちろん謎だらけなんですけど、レムとカラーリングが似てたり歯車がついていたりと味方側のドラゴンな感じがありますね。もしかしたらレムがドラゴンに変身するっていう可能性もありそうですね。さあ次は存在感を放つ赤髪のこの人、この人ファンタジーライフオンラインで出てた錬金術師のエドワードっていう人なんですが、今作におけるヒューズさん的なそういう役割になりそうで楽しみですね。エドワードさんの詳細に関してはまた別の動画で解説しようと思います。ほい次、めっちゃいいイラスト、あードーナツ、わざわざドーナツをチョイスしたってことは何か意味がありそうだし、遺跡が欠けてたりするのとかも関係したりしてそうですね。はい、最後にこれ、発売日見て、果たして年内発売は本当にあるのかという心配もあるが、しかし我々には東京ゲームショウが控えているので問題ありません、きっと問題ありません。ということで今回はファーストトレーラーで出た情報をできる限りまとめてみました。新要素が大幅に増えているにもかかわらず、前作でストレスだった部分も結構消えててめちゃめちゃワクワクします。しかもこれファーストトレーラーって書いてあるんですよ。セカンドトレーラーも待ち遠しいですね。というところで今回の動画はこの辺で、次は東京ゲームショウ同時視聴か別の動画などでお会いいたしましょう。じゃあメイシーでした。バイバーイ。